元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏55が29日自身の SNS を更新斉藤元彦兵庫県知事46をめぐる疑惑告発文書問題について言及した兵庫県議会の調査特別委員会百条委員会は9月上旬に実施する証人尋問に向け斉藤氏のほか辞職した片山康隆元副知事を含む 側近3人に出頭をを要請する方針を固めた国発文書を公益通報として扱わなかった件の対応が適切だったか追及する関係者によると23日の理事会で9月5日に伊野本智明前総務部長イコール総務部付イコールと原田隆治産業労働部長6日に斎藤氏と片山氏の出頭を求める案がまとまった 百委は文書を作成した元幹部の男性の懲戒処分決定に関わったと見ており公益通報に詳しい有識者らも参考人として呼ぶ方針今月30日に協議し正式に決める23日に非公開で行った証人尋問では男性が文書を報道機関などに配った後に公益通報した点を踏まえ人事当局職員が処分を待つべきだと上司に し、進言していたものの、斉藤氏側が内部調査を進め処分を優先したことが判明。男性は7月に死亡し、公益通報者保護法の対象としなかった県の対応が問題視されている。9月5、6日の百条医は、公益通報をめぐる対応のほか、地元企業から贈答品を受け取ったとされる斉藤氏のおねだり疑惑についても尋問する。8月30日には パワハラ疑惑に関わる斎藤氏への尋問が公開で行われる橋本氏は告発した元局長の私的情報漏洩か兵庫知事側近の前総務部長ら県が調査検討と題された記事を引用しパワハラやおねだりの事実解明が問題なのではない権力行使のやり方が問題なのだ 知事の当初の嘘800発言だけで告発潰しだと分かるものだと自身の見解を綴った。兵庫、斎藤知事告発文書の疑惑の7項目。1、人事イコール兵庫震災記念21世紀、研究機構の副理事長2人が突然解任。2、知事選、イコール2021年知事選で、幹部職員らが斎藤元彦氏の選挙を手伝い。 三、知事選イコール次期知事選に向けた投票依頼のため商工会などに出向いた。四、贈答品受領イコール地元企業からコーヒーメーカーやロードバイクなどを受け取った。五、パーティー券イコール副知事らが斎藤氏の政治資金パーティー券を商工会などに大量購入させた。六、優勝パレードイコール阪神、オリックス優勝パレード費用を 信用金庫などから不正に集めた。七、パワハライコール机を叩いて激怒したり、職員を怒鳴り散らしたりした。以下は視聴者からのコメントで、亡くなった方には労災が降りるべき。県からの医者料と損害賠償もあるべき。知事はもちろんのこと、副知事などをパワハラに積極的に関わった職員にも、 賠償責任を負わせ、懲戒解雇を含めた対応も必要。可能なら、刑事告発をすべき。そしてメディアは、犯人たちが気の休まる間もないくらい追い続けてほしい。知事も、問題かもしらないけど県庁職員にも問題があるのではありませんか島根県知事が会見してましたが、 職員の個人的な情報を担当ではない部署の職員が知り当事者へ強喝まがいなことをしていたとかしていなかったとかパワハラに関する亡くなられた二人目の職員の公表をしないで隠蔽していたことなどマスコミは知事だけを求断しているが県庁職員の疑惑についてちゃんと取材をしているのだろうか亡くなられた職員やその家族が浮かばれない知事の取り巻き連中が事実を隠し もみ消そうとと。していること知事も知事なら県職員も悪い兵庫県庁の都知事の問題が山積していますが最速で対応しなければならないのは公益通報者の処分と個人情報の暴露でしょうパワハラとかおねだりとかいろいろありますがまずは公益通報者の保護がなぜできなかったのかの一点を解決するべきでしょうそこができない限り県庁全体の問題解決には なならないとまた橋本氏はコメンテーターとして人と事のようにお話をしていますが「維新創設者の一人としてもっと突っ込んだことを行動で起こせないものですかね」